皆さん、こんにちは。大谷翔平選手を公私ともにサポートしてきた専属通訳の水原一平氏がロサンゼルスドジャースから解雇されたと3月21日に報じられ、世界中に衝撃が走りました。水原氏は違法賭博関与と窃盗疑惑により解雇されたとのことですが、これにより家庭崩壊寸前だと心配の声が上がっているようです。今回は水原氏が起こした問題と、そして心配されている奥様のことについて調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まず事の経緯をおさらいします。南カリフォルニアの賭博業者マシュー・ボイヤーが運営する違法スポーツ賭博を連邦捜査官が調査している中で、大谷翔平が関与しているのではないかと疑われたことがきっかけでした。電信送金は複数の情報源と ESPN がレビューした銀行データによると、大谷の口座から賭博業者の関係者に送られていたことが確認が取れています。2件の取引の電信送金データをレビューし、大谷翔平が様々な銀行口座や電信送金情報とともに貸付の言葉とともに表示されており送金されていました。しかし複数のメディアは大谷は賭け事をしないため、調査を進めていくと、その送金資金は水原の損失をカバーするためのものだったということが判明。米メディア ESPN は昨年9月と10月に送られた50万ドルの支払いを示す銀行情報を確認。スポーツ賭博は約40州で合法であるが、カリフォルニア州では違法でした。水原は2021年にサンディエゴのポーカーゲームで違法賭博業者に出会い、その年の後半に賭けを始めたと記者に語った。水原一平は賭博依存で、かねてから合法的な賭博に手を出していましたが、それからさらに依存するようになり、違法賭博に手を出したそうです。しかし、負け続きで450万ドルにも及ぶ負債を抱えてしまったということを語っています。水原は当時直撃取材された際に、ことの事実を認めた上で、水原自身もインタビューでそれらを認めており、私は賭博が下手です。二度とやりません。一度もお金を勝ち取ったことはありませんと水原は語ったそうです。つまり、自分で穴を掘って、それがどんどん大きくなり、それから抜け出すためにはもっと大きく賭けなければならず、ただ負け続けるんです。それは雪だるま式に効果があります。大谷が借金を支払うことに同意した後、水原は火曜日に大谷が自分のコンピューターにログインして、昨年数ヶ月にわたって分割で電信送金を行ったと述べました。取引の説明欄にはローンと追加されていました。大谷が単に彼にお金を渡すのではなく、直接違法賭博業者の関係者に支払う理由は、水原は大谷がお金を賭けに使うのではないかと信用していなかった、それゆえに直接業者に支払ったということを語っています。彼は私がそれを賭けごとに使うのを望まなかったと水原は言いました。また大谷翔平選手が直接賭博に関与していないことは確認できており、業者もそれは認めており、大谷翔平の通訳である水原と賭博をしていたことを語っています。しかし代理人弁護士はこれらのインタビューが事実ではないと否定。水原が大谷の資産を窃盗と違法賭博したということ、彼が大規模な窃盗の被害者であると述べる声明を出しました。それを受けて水原は水曜日の午後に一転してインタビューで述べていた多くのことを撤回し、大谷が彼の賭博活動、借金、またはそれらを返済する努力について何一つ知らなかったと発言を撤回。明らかにこれは全て私のせいで、私がしたことですと語り、私は全ての結果に直面する準備ができています。そう語った翌日、水原は正式にドジャースから解雇されたことが発表されました。水原は2018年にスターが米国に移った時から大谷の通訳を務め、選手がいる控え室、ロッカールーム、選手ラウンジ、旅行中、メディア設定などで彼に同伴し、野球ファンにとって非常に愛された存在でした。あるチームメイトは2人の関係を友情を超えた兄弟愛と表現したことがあるほどです。コンオフシーズンにドジャースと契約したばかりでした。戦術した通り、大谷選手はこの違法賭博に直接的な関与はしていないとされていますが、今回水原一平氏が主張を急に撤回したのは
大谷翔平選手が少なからず関与してしまったからではないかという見方もあるのです。今回は大谷が借金を肩代わりした事実そのものが違法賭博業者と知っていた、知らなかったわ。この点であまり関係なく、違法賭博の関与は認知してなかったとしてもコミッショナーの裁量で罰則を受け、最悪出場停止処分となる可能性もあり得るので、代理人はそれを危惧、水原の発言を否定し告発、そして解雇という流れなのではとされています。何にせよ現時点では真実はわからないため、今後の進展が待たれます。そして今の状況の中で心配の声が集まっているのが水原氏の奥様です。今月15日に大谷選手が初めてマミコ夫人の姿をインスタグラムのストーリーにアップした際、その写真の中には水原夫妻の姿もあり、そのタイミングで水原さんの奥さんも初顔出し、 X では一平さんの奥様がトレンドワードとなるほど話題となりました。また水原さんの奥さんは20日に行われたパドレスとの開幕戦をマミコ夫人や大谷さんのお母さんと一緒に観戦する姿が目撃されています。その直後の電撃解雇、ネット上では数日前から一気に天地がひっくり返ってしまって奥様のメンタルが心配です、メディアで顔出しされたことでパパラッチに追いかけられないか心配、本人は自業自得だけど何も知らない奥さんにとっては一気に地獄だよね。奥様の精神状態や今後について心配する声が多く上がっています。これでは奥さんに捨てられてもおかしくないと考える人も多いようで、そんな夫捨ててしまえ、これは離婚まっしぐらだなといった声もありました。ギャンブル依存症が原因での離婚率は高く、依存症者がいる家庭では約 30% が離婚に至るという統計があるそうです。ただギャンブル依存症は精神疾患の一つです。仕事を休んでまでパチンコに行く、負けた分を取り戻すために借金を重ねるなど、病的に賭博にのめり込む状態を指します。趣味や娯楽との線引きが難しく、また病院での診断をもってギャンブル依存症であると判断されるわけですが、本人に自覚がないことからそもそも受診を拒むケースも多く、改善が容易ではありません。離婚を防ぐためには早期の介入と継続的なサポートが不可欠ですが、大谷選手の口座から送金された額は日本円で約6億8000万円だったそうですから、すでに手遅れなほどギャンブルにのめり込んでいたのではと感じる額です。今から治療やサポートを受けたとしても改善できるのかという疑問は残りますよね。普通の家庭でも自身の夫がパチンコでいくら負けてきたのかまで把握している奥様も少ないでしょうから、水原さんの奥様もここまでひどい状態になっていたことは知らなかったとも考えられます。しかも今回あの大谷選手に迷惑をかけてしまったという事実は相当な罪悪感を抱くはずです。離婚という選択をするには十分すぎる材料が揃っていますよね。二人で乗り越えるには壁が大きすぎるのではないでしょうか。水原氏は仕事だけでなく人生のパートナーまで失ってしまう危機にさらされています。これからどうなってしまうのか、今後の動向にも注目が集まります。いかがでしたか。水原氏が解雇され、水原氏の奥様も大谷家には関われなくなってしまったことでしょう。大谷選手の奥様とは一緒に試合を観戦する姿も目撃されており、マミコ夫人にとっても水原氏の奥様がそばにいてくれることは心強かったと思いますので、今回の結果は残念でなりません。離婚するにしろしないにしろ、水原氏は奥様のためにもしっかりと反省して立ち直ってもらいたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。